はい、それでは8番街続きやっていきたいと思います。ミッドガル8番街ステーション発、混んでるっすね。スラム7番街行き、この列車は1番マコード爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。到着までに戦闘車両に集合、ご迷惑をおかけします。この世の終わりだ。列車の中もすごいリアルですね。仕事の邪魔だよ。ちょっと聞いていいか。どうなったのかしら。何か用なの。娘が八番街に住んでてね。あんた、ああいう状況には慣れてるのか。いい加減にしてほしいな。八番ソルジャーだもんね。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。いい加減にしてほしいな。いや、いいのかな。出かけたりしないで、うちにいればよかった。クラウド、SOS。ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。聞かした魔法が誘爆を起こした。そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど、マコーロはそんなこと想定内じゃない、うん、見えない敵がいるって言ってたよね。ああ、ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。聞き入っちゃうわ。そう、実況どころじゃないわ、このゲーム。聞き入っちゃう。クラウド、聞いてくれてありがとう。ジェシーの言うことは聞き入ってしまうわ。やっぱり地上が一番よ。いい加減にしてほしいな。クラウド、人にぶつかりすぎでしょ。すりの気をつけないと。今引っ張ったの誰。もし他の魔法炉を狙われたら。たたらが。怪しいな、こいつ。列車強盗じゃねえだろうな。バレていた。マコーロを爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。アバランチ、昔からうちのプレジデントを付け狙ってた連中ですね。バレットの前でそれ喋ってたのつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。ん？なんなんだ君は。星を思う善良な市民。はあ？どこが善良？殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃないか。電車で絶対喋りたくない。星の命を搾取する悪党へのよ。目を背けたいナンバーワンのバレット。てめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列車員の戦い方だ。人々の表情もリアルで、なんかすごいね。一般市民の真の魂キャラクターの作りもリアルにすごいわ。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精一杯生きてる。もうなんか名言多いな。引きましょう。いつだって精一杯生きてる。バレット悪ぅ。押しのけて座るなんて。嘘でしょ。くだらねえ。何が死んだ魂だ。俺は間違っちゃいねえ。くだらねえ。何が死んだ魂だ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。
知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。こんなに言われたら惚れるでしょ。ほら見て、魔法都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地、その上に整備されたピカピカの都市。魔法炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。画像が違いすぎる。23年前の画像と。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、音楽も当時のままで、まあ、ちょっとアレンジされてるけど、今はちょうど中間地点。当時のままで最高ですね。 ID スキャニングエリアはここにあって、乗客をチェックするわけ。生年月日、居住許可区分、賞罰。私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、今の時代主に治安維持に役立てる。僕たちも管理されてますよね、マイナンバーとかで。 ID は偽造だから安心して。腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？この後どういう展開だったかな。あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。診断がどんどん幕を組み上げちまう。これ映画でいいわ。見るだけでいいわ。空気はよどみ、花も咲く。見るだけ十分楽しめる。嫌なら街を出ればいい。ああ、俺はそうやって生きてきた。け、自分は強いって自覚がある。強いな。もうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。わ、目優しい目してるな、バレット。いい男だな、バレット。みんなこの列車と同じ敷かれたルールには逆らえない。なんかすごい名言多いね、さっきから。このゲーム、自動販売機でアイテム販売されてるんだ。レアなアイテムもあるとか。ファイナルファンタジー、まあ、当然だけど10より全然かといいね。最後確か12までやったんですけど、12か13かな、俺がやったのは。だけど画像が違うすぎる。よし、全員無事帰還。作戦大成功っす。星を救うでっかい初めの一歩だ。うん、お前らピーヒャラ喋るんじゃねえ。ピ捕まるぞ。ピーヒャラ喋るんじゃねえって、うん、次の作戦まで自由行。面白いバレット。最高にうまいもんでも食っとけ。バレットのタトゥーどうなってんの、あれ。アジトでな。趣味悪いな、バレット。忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。すごい優しい目してる。マリー、父ちゃん帰ったぞ。ていうかみんなクラウド置いていかないでほしいわ。迷子になるわ。バレット早っ。めちゃくちゃ早いじゃん。誰だこれ。魔法は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨、たまんねえな。おおい、あんたどうした。幻覚なのこれ。魔法中毒かよ。うわ、出た。何これ。あ、今なかったよ。またあいつか。何なんだろうあれ。でバレットを見失った。進まみれ粉塵まみれ。
おまけに疲れてドロドロだ。待ってろシャワー。俺はとにかくご飯ご飯。ジェシーは？今日の反省かな。もうジェシーのとこついていこう。嘘ばっかり。出た、7番街スラム来ました。ジェシーどこ行ったかな。ひどい、休みでよかった。仕事どうなるんだろう。お、なかなか様になってきた。修理の腕上がったな。いつか店を持って故郷の両親をミッドガルに呼ぶのが夢なんです。これか。これ、お、来た。来たティファー。父ちゃんお帰りなさい。ただいま。誰か。かわいいな。あ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうかよ。しよしよしよし。大金、大人気。お疲れ様。うん。それどうしたの？ああ。本物でしょ？珍しいね。ぴったりだな、ティファの声も。え？意外だな。クラウドこんなことするんだ。白い花を失ったって。5年ぶりだ。何これ？少しは変わるさ。え？面白いな、なんか。バレットに話がある。うん。エアリスからもらっといて花をあげるって。マコーロが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して、念々しような。念々しような。ああ。クラウド、てめえ！バレット！マリンに何しやがった！何もしないけどな。知らない人とは喋っちゃダメって。出たー。え？知らない人とは喋ったらいけないって。偉いぞーマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。なんだこの親バカは。偉いぞー。じゃ、お休みの時間も守らないとな。バレットの奥さんってどんなの？父ちゃんとお話しする。どんな人なの？特別だぞあ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。てか、こんなティファの服装ってありえないよね。こんな服外で話そう。ないでしょう、普通に考えて。わかんないけど、死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。なんかゆっくりな時間が流れますね。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。あ、でもタダほど怖いものはないからな。じゃあこっち。怪しいな。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。マコーロが爆破された瞬間。ごめんね、巻き込んで。軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな。これは仕事だ。うん、分かった。シンナを憎む気持ちも分かる。うん、デートしてるみたいな、これ。バレットたちと揉めなかった？ああ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。すごいなんか優しい喋り方するな、ティファ。テレビに映ってた8番街。このゲーム自体が映画みたいだ。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。じゃあ、あれも嘘だよね。いや。そっか。これちなみに、一緒に歩いていかんかったらどうなるんだろう。あ、ちゃんと待ってくれるんだ。すごいね。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。こんな部屋に泊まるとかあったっけ？この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるから、ここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。
この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。誰がいるんだろう。あ、泊まるか。一緒に。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。すごい腹筋だな、ティファ。金が必要なんだ。鍛えまくってるな。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。2000っていくらなんだろう、日本円で。 500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。500ギル、5000円ぐらいかな。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。これも見入っちゃうわ。なんか最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。クラウドどこの枠使ってんだよこれ。じゃあ明日お店でね。なんかあのホストが今日はいろいろありがとう。こういう髪型してますよね。おやすみなさい。今はどうか知らないけど。こういう髪型ってどうなんですかね、女性的に。ちょっと意見聞きたいな。かっこよくいればよしなんですかね。何の音だ。隣の203か。203か。え、誰がいるんだろう。うめき声だって。203。ここか。おい、大丈夫か。こんな展開なかったよね、昔のやつ。開けるぞ。ドア開いてるんだ。誰？ヒーローってすごい出てくるよね。クラウドやめて。部屋に戻ってろ。離せ。これ湯に。ああ、なんかあったよね、こういうの。なんだっけ、あったよね、こういう人。確かこの人は203号室のマルカートさん。病気でずっとこんな感じなんだって。時々様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。49。あ、クラウド、番号が悪いのか。お願いね。ああ、あったかもしれない、こういうの。もうこれ一つの作品、映像として映画として見れるなぁ。時忘れてできるな、これ。このルローニケンシンの佐之助でしたっけ、こういう武器持ってるじゃないですか。どっちが先なんですかね、ファイナルファンタジー7とルローニケンシンって。あ、なんかあの朝の絵もすごいリアルですね。素晴らしいな、このゲーム。解像度が違うというか。もう音楽が一つ一つ素晴らしいわ。ティファを起こしたらいいのかな、これ。どうだっけ？違うか。これは自分の部屋だっけ？ここは自分の部屋で、ティファは隣だったっけ？どうだっけ？
や、大家さんか。あんたがクラウドだね。私は大家のマーレ。マーレ。おととい来たんだって。それまでは上かい。深く大家様出たっけ昔。わけありか。まあここに流れ着くのはみんなそうさね。すごい。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ。泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然。なんかチョコみたいな髪型してるのこのマーレって。さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたんよ。セブンスヘブン。なんかこういうところにレアアイテムとかありそうだけど、まあその辺はまあいいや。手元をしっかり見ろ。どうだっけ、これだっけ、これだな。仕事に行けないことをみんな気にしてる。たった一日分の収入と欲しい。おはよう。いいな、こういうお店経営したいな。静かにね、うん、じゃあ早速働く。まあ大変だと思うけど。 JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター、水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。こんなんあったっけ。揉め事がないなら俺の出番は。忘れたな。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。ちょっといちいちみんな美男美女すぎて腹立つな。これだからこそバレット見るとついでにスラムを案内するね。安らぐというか、あの好きになるよね。美男美女すぎて。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入りようでしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。なんかミュージックディスクとかあるんだ。いろいろなんかあるね。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテムやこんにちは。 JS フィルターの交換です。本物抜いてきた。ディファちゃんいらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは集金係のクラウドです。お代は彼に。あんたうまいことやったな。その役目変わってくれよ。あんたには無理だ。あん？クラウド、そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみよう。マテリアだって。霊気、イカ槌、これは確か回避切れ持ってんだよね。イカ槌持ってないし、これ重要だな。え、お金いくら持ってんのか。霊気所持金621ギルド。プレビューって何。ああ、なんかミュージックディスク。こういうのどうなんだろう、買った方がいいんだろうか。買うか。 OK。 毎度。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来るのな。それじゃまたお店で。やっぱ人気なんだ。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで、ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから。愛想よくね。ずっとプレリュードが流れてる。さっき音楽もう終わった。火事件の犯人はアバランチです。チ
コボおばさんか。フィルター交換です。ティファ待ってたよ。みんなティファに優しい。あ、いや、あんたもいたのか。全然態度違うんだよ。仕事だ。クラウドとティファの顔集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いからそれは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。確かに愛想ないもの。顔クラウド最善を尽くす。覇気がないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと聞いちゃうわ。手を出しな。このゲーム。マールさんありがとう。ごめんけど。じゃあ行くね。稼いでおいで。世界に入り込んじゃうわ。休憩ポイントで回復できるんだ。ティファについていくしかないわ。迷子になるから。マールさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。ティファちゃん、フィルター交換かな。武器屋さんか。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中舐めてるんじゃねえぞ。払う。こうやってあの人に対して態度を変えない人の方が好きだな。ありがとうございました。人によってその態度を変える人は嫌いだ。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる。それよりバレットの集金はいつ終わるんだ。今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする。そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど聞く。本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心よ。なんかあれだな、やっぱり名言多い。縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい。出会いは大事だもんな。時計団の仕事、肩代わりとか。ほぼボランティアだけど、縁はつながるよ。やってみよう。詰所は誰もいなかったから、上に行ってみよう。はい。武器屋、覗いていかないかい。あ、武器屋。スラムで暮らすなら一人に一つ。武器屋持とう。自分に合う武器は武器屋で相談。これ、あれ常識だよ。喋れないよ。まあいいや。どこ行った？どこ行った？決まった。あ、おったおったおった。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。明日、俺が挑戦してやる。一人じゃダメよ。何やに？こうか。今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか。場合によってはな。自警団は何をするんだ。いろいろあるけど、まず自警団って居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いい声、それを自警団で作れないかなと思って。持ってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。モンスター倒すの。金は出せないが、俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣。改造してないだろ。あ、改造できるのか。小細工なんていらない。それなんかの誓いか。改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど、手順を教えるな。やり方を教えてくれるんだ。めちゃくちゃ重いでしょ、この剣。スキルポイントがあるんだ。へえ、
すごいね。なんだこれ。あ、なんかいろいろあるね。割り振れるんだ。すごいね。物理攻撃力、まあ、物理攻撃力重要だよな。ああ、なんかこんなあったっけ。どうだったっけ。魔法攻撃力 HP 上げるか。もう一回パール。あ、不足してるんだ。こんなもんか。これでレベルアップしていくんだ。楽しいね。できたか。ま、使いながらいろいろ試してみる。自動でできるんだね、強化も。ああ、自分でカスタマイズするか自動でやるか。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる。瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。キーハンも来るのか。でも、道知らないでしょ。頼む任せて。頼むんかい。スラムで一番のガイドよ。出た。キーファロックハートっていうんだ。来た。で、ガイドしてよ。どこに行くんだ。降りればいいかな。そうか。瓦礫通りはスラムの西の方。西の方。モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。準備なんていらねえ。多分。上から音楽かったらずっと。あ、仲間かな。こっち合ってるかも。どんな人が乗るんですか。こっちが西だと思ってるけど合ってるかな。ティファ案内してよ。わかんないね。マゴロバカ。マップ出すんだろう。マップちょっとわからんな。こうは何セーブ入れないの。どこよ。こっちか。今日は寝かせない。うちの荷物する食料え、どこ。広いからさ迷うんだよ。協力者を選定中。どこどこ。ここか。気をつけてね。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。
敵を倒せばいいんだ。待って、クファってあれか、クファに一部出るんだな。ティファの装備を、バテリアつけたいな。回復、ああ、冷気。覚えてほしい。ラルトコーデマシン、シャードの腕前見せて。これちょっと本当が楽しいわ。そこレベルアップが楽しいけど、これやり込んじゃうな。すごい、これがソルジャーの戦い方。ほんの刀らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。終わりだ。いや、これで消えろ。沈め。終わりだ。まだまだ。スーパーあれだよな、素手で戦うか。クラウドがいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるのか。ここで暮らすんでしょ。さ、もう一息頑張ろう。ここまで。失せろ。えっ、行くぞ。すぐに評判が広まると思うよ。さ、ビックスたちのところに戻ろう。もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが、一体どう伝えたんだ。まあまあ、どう伝えたんだろう。仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。評判上がったら。剣の調子どうだ。大丈夫かな。ああ、剣はいい剣だな。お前との絆を感じる。ビックスすごいな、詳しいな。ああずっと一緒。あ、クラウド、なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。ソルジャーの話か。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。ああ、ウェッジ、行った。また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼なじみの久々の再会だろうが。確かに。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば。必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。評判上がったから。ガルキドのミスター、悪いことしたら容赦しないわ。子供たちが憧れだって言われるのよ。見て、最新のモンスター討伐する。おい、あんた。お、どんなモンスターも倒す。何でもやなんだって。早速評判になってるみたい。だとしたら、さっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立ってる。なったか。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。お、よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強えやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。
ああ、アイアンブレードだって。どうだ、他のも見ていかねえか。見るだけだ。何かあるか。アイアンバンド強いじゃん、こっちも。買おう。お金なくなったけど、オッケー。また寄ってくれよな。あ、売ったりしたらいいんかな。武器によって新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？ワイマーさんの大家さんか。自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。協力者を選定中。やあ、ティファ君、困りがとかい？いえ、協力の助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。ワイマーさん、町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。体験を背負いながら、なんだこの呼吸を乱さない心肺機能、筋性の取れた筋肉と骨格。想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットして、バトルレポートのデータ収集をお願いします。それで新たなマテリアを。神羅の仕事ならお断りだ。僕はささやかながら神羅に反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアは神羅に対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。クラウドに負けてないな、話が。